こんにちは、アドプロです。今回は勝つためのラケットに最速で到達するためにはというテーマでお話をしていきたいなと思います。今回もですね、匿名でいただいたご質問にこのマインドマップ使って、お話をしていくという内容になっているんですが、まずは一緒にご質問、見ていきたいと思います。勝つためのラケットに最速で到達するためには、使い慣れたラケットに鉛やレザーグリップ化を施し、カスタムしていくのがベストではないかと思っています。ほとんどのプロは青年期までに使用していたラケットをバランス、重量、カスタムしながら、最適な道具に育てているように感じます。アドブロさんもピアストライクに微調整を、行っておられますが、一般プレイヤー目線でのご意見を伺いたいです。何卒よろしくお願いしますということですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。まあ要点としては、使い慣れたラケットをカスタムするのが、ベスト、それが一番勝てる、ラケットに到達する最速の方法なのではないかということと、そういった結果を求められるプロの世界を見ても、使い慣れたラケットを使っているという人がほとんどなんじゃないですかという話ですね。そこを今回はちょっと考察をしていきたいなと思っております。で、まず使い慣れたものカスタムするのが、一番勝てる道具に到達するための最速の道のりなのかっていうところなんですが、そうですね。これはすごく難しいと思います。最適と断言するのは正直難しい部分もあるとは思うんですね。ただ、一番その現実的な選択肢であるというところは、間違いないのかなとも思います。はい。で、なんでかっていうところもう少しちょっとお話ししたいなと思うんですが、このチャンネルを見てくださってる方なら、なんとなく気づいていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、世の中にはラケットたくさんあるし、そして新製品、リニューアルであったりもそうなんですが、もう毎年たくさんラケットがリリースされます。で、その中で、これが一番勝てる道具だっていうのを見つけるっていうのは、なかなか至難の技ですし、でも一方で自分にすごく合ってる道具を見つければパフォーマンスが上がるっていうのも、パフォーマンスというか、ショットの質って言った方がいいのかもしれないんですが、そういったのが、格段に上がるということも現実にはあったりはするんですけれども、なんでしょうね。そこまでこう、あれを試し、これを試しっていうところにリソースを割くっていうのは難しいですし、習熟の時間っていうのを取れない。両方が取れればベストですけどね。普通の人はお仕事もあって、家庭もあってなんで、そんなね、テニスだけずっとやってるわけにはいかないですしね、っていうところなので。ってなると、使ったことがあるラケットから選ぶ。ね、そして持っているラケットを最適化するっていうのが、一番現実的で、今回の質問にある通り、それが一番勝てる、その道具に近づく最短の道のりなんじゃないかというところになってくるので、おっしゃっていらっしゃることは間違いではないと思うんですね。はい、それを否定する理由っていうのは一つもないかなとは思います。はい。ただ限度はありますけれどもねっていうところはあるんですよね。その使い慣れてる道具っていうのがあまりにもこう適正域から外れてしまっているっていう場合は、この限りではないとは僕は思ってます。それだったら道具変えてやった方が絶対いいよねっていう、ちょっとこうあまりにも外れちゃってる場合はね、あるかなと思うわけですよ。最近こういう話よくしてますけれども、はい。で、例えば10代の頃の自分を思い返すとですね、プロスタッフツアー90っていう、ちっちゃい薄い重いラケットを使っていたんですね。はい。で、その時の僕のテニスのキャリアって、1年目1年目なんですよ。はい。まだテニス経験1年ぐらいの時点でそれを使っていて、それはね誰がどう見ても、適正値、最適とされるであろう値からは絶対ずれてるっていうのは間違いないとは思うんですね。でも使い慣れてるんで、そっちの方が結果、試合とか出るんだったらこっち使おうかなみたいになっちゃってた部分もあるんですよね。
まあでもちょっと裏話をすると1年生のまあ終わりの方ですかね、学年別の地域の大会があって、その時ピュアドライブで出て、まあめっちゃボールをつなぐだけのプレーだったんですけど、結果優勝できたんで、ってでもそこでね、その後すぐピュアドライブをやめてまたプロスタッフに戻るっていう、なんか意地っぱりなところが出てしまって、それは僕のテニスキャリアにとってもあまりいいことではなかったなって今はね振り返るとそう思うんですけど、はい。なので、まあ、そういった自分の過去を思い返すと、使い慣れてるからまあそれを、使う、まあ加算するのが一番っていうのはそうなんだけど、まあ例外もあるんだなとは思いましたという話ですね。はい。でいつもこういう話するときに例えとして出すんですけど、まあ、住み慣れた家と住みやすい家っていうのは必ずしも一致するわけじゃないじゃないですか。うん。まあ皆さんも今住んでいらっしゃるその家なりアパートなりがあったとして、じゃあ一番住みやすいその家の設計っていうのはどうなんだろうっていうのを考えると、まあここちょっと変えたいとかっていう、まあ細々あるとは思うんですよね。うん。まあ、その乖離がそんなに大きくないのであれば、まあ、ラケットの場合ですね、その住み、まあ、使い慣れたラケットと、使いやすいラケット、そこの乖離がそんなに大きくないのであれば、まあ、別に問題はないのかなと思うんですが、僕みたいにプロスタッフと、まあ言うたらピュアドライブがもしかしたら最適値だったかもしれないのにっていうところで比べると、ちょっとさすがに乖離が大きすぎて、使い慣れてるからじゃあそれをカスタムしましょうねとはちょっと言いにくい状況の人も世の中にはいるのかなと思ったりはします。はい。でまあ今で言うと、まあ、イゾンの98とピアソのチームですね。まあピアソのチームを今メインで、いろいろやっておりまして、まあそっちの方がいいんだろうなと思いつつ、でも E ゾーンはまだ手放せずにいたりしてというような感じでやっておりまして、まあ正直どっちでもいいレベルなんだと思うんですよね。はい。使い慣れてて安心できる E ゾーン。で、性能的には自分に合ってる感じがして、すごくプレイのしやすい、ピアストっていうところで。まあ、客観的に見ればね、ピアストで詰めていきなよっていうだけの話ではあるんですが、やっぱそこは気持ちの部分とかもあるんで、まあ、そんな感じなのかなと思ってます。はい。で、じゃあ、プロのお話をちょっとさせていただきたいなと思います。まあ僕 ATP すごい好きで、そして何より ATP 選手が使っている道具が好きでというところで、そこら辺のまあなんか研究じゃないですけれどもウォッチはしているつもりなので、そこら辺のお話をさせていただきたいなと思います。でプロに関して言うと、まあ当然その戦いのシビアさ、生活かかってるわけですからね、まあ全然違うわけなんですけれども、使い込んだ道具、使い慣れた道具を継続して使うっていうのは、まあ、一般プレイヤーの比ではないとは思うんですね。プロの方が明らかにそれは多いんじゃないかなとは思うんですね。っていうのもやっぱりその求められる精度だったりとか、感覚的な調整ももちろんそうですし、心理的なプレッシャーっていうのも半端じゃない世界なので、もう本当にこうちょっとのことで勝敗が変わっちゃう、そのちょっとの結果の違い、あそこの1ポイントで得られる賞金がとかね、そういう変わってくるわけじゃないですか。まあそういうのもあって、まあペイントジョブでたくさんこうね存在してるわけですよね。うん。で有名なところのお話をさせていただくと、まあ例えばマレーに関して言うと、まあラジカルにキャップグロメットつけたもの、まあ厳密にあれをラジカルと呼ぶのかどうかっていうと、まあちょっと微妙なところもありますけれども、まあラジカルベースのもの、まあプレステージと言ってもまあ間違いではないとは思うんですが、特にそのキャリア初期とかね、アイラジカルすごく長く使ってたりとか、まあ結局その路線でずっと使ってるっていう感じですね。あとはルードの E ゾーンの100ですね。まあ現行と比べると明らかにフェイスの形とか、違うんで、はい、はい、あれは塗ってますねっていうのはすぐわかるかなと思います。で、あとは、アリアシムのアエロ VS とかですね。あれは、シャフトはアエロ形状なんですけど、フェイス周りはボックス系の薄いものになってます。あとはマナリノのアエロとかですね、よく見るとなんかペイントジョブの旧型に、生まれ変わってるっぽい感じはしますね。はい、コアテックスがついてるっぽいとかね、であとは、デルポトロのプロスタッフとかっていうのもなんか長く使ってるなっていうの、まあペイントジョブだなっていう感じのラケットの、代表的なところかなと。まあプロストック云々の話をね一旦ここでは
しないでおきましょうね。はい。で、一方で、その、まあ、プロといえどもですね、道具を変えるということが、ブレイクスルーの契機になったりもするので、うん。まあ、そこのところは難しいよなと思いながら見てます。はい。で、例えば、まあ、すごく有名な選手だけで、お話はさせていただくんで、ちょっと偏りはあるかもしれないんですけれども、例えば、フェデラーですね。まあ、初期で言うと、まあ、3プラスと同じ面85のプロスハーフ使ってて、で、その後、九州に変えて、そして2000年代前半ですね、もう GS 初優勝から、まあ、時代を築いてと。で、2010年代の、まあ、半ばに入って、でグランドスラムさすがに勝てなくなってきて、うん、っていうところで今度は、面97のプロスタッフを新規で、開発をして、まあ、そこから、まあ、ちょっとね時間かかりましたけれども、また真っ黒なプロスタッフで、グランドスラムを優勝してというだもんでね、関係ないんですけどプロスタッフはやっぱ黒だろうという気持ちが、強いんですけれども、まあそんな感じでフェデラーですら、まあ、体力の変化とかもあるとは思うんですけれども、道具を変えることによってブレイクスルー、まあ、ブレイクスルーって言い方が正しくない部分もありますけれども、結果を残すというのにつながった部分もありますよねと。ワウリンカですね。ワウリンカも、まあ、正直この10年単位で見ると、使い慣れたものをずっと使ってると言っても過言ではないんですが、そのラケット変えたタイミングっていうのがあって、まあ、もともとヘッドのプレステージプロとかを使っていたんですけれども、そこから、だいぶ違いますよね。ヨネックスの V コアの 95D に変えて、で、その数年後に、グランドスラムを制覇と。確か、おそらく、ワウリンカが、ヨネックスに移ったのって2012年とかだったと思うんですよね。で、グランドスラム初優勝したのは2014年でしたので、うん、まあ割とその変えて、2年後なんで、まあ道具の影響もきっとあったろうなとは思うわけですね。はい。で、ナダル選手に関して言うてもですね、まあ本当にジュニア時代はピュアドライブで、で、プロを転向して、まあ、ちょっとこれを道具と結びつけるのさすがあれではあるんですが、アイロプロドライブが、まあ、ほぼナダルのためと言ってもいいぐらいな感じで開発されて、はい。で、まあ、そこからね、ご存知の通りというような感じですね。もちろん今も、まあ、ペイントジョブというか、まあ、ナダル用に作られたものを使ってますよね、という感じですね。で、あと、まあ、ほぼ、なんだろうな、ワウリンカと似たような流れですが、TM もそうですね。はい。まあ、優勝までには、グランドスラム制覇までにはだいぶ時間かかりましたけれども、もともとプレステージを使っていて、2015年ぐらいかな、に、ピアストライクに変わって、はい。まあ、多分そのぐらいですね。はい。で、そこから、まあ、ブレイクスルーを果たしてトップ選手の仲間入りをして、というような感じですね。はい。で、最近でも、その道具を変えてブレイクスルー。まあ、ブレイクスルーと道具、どうなんだろうな。まあ、必ずしもイコールではないんですが、割と時期、道具変えた時期に、ランキング急上昇っていう人は結構、増えておりまして、例えばシェルトンとかもそうですね。今年になってイゾンの98に変えて、すごく良く、さらに良くなっているという感じですね。はい。で、あとはトミー・ポールも、ずっとウィルソンのブレードで、もう完全になんか中堅選手みたいな感じだったところから V コアに変えて、かなり、ブレイクスルーしたんじゃないかなと思います。で、ちょっと微妙ですけど、アルカラス・ルーネも、まあ、アエロの100だったのが、アエロの、まあ、VS98 に変わって、2人ともトップ10入りと、アルカラスに関してはもう言うまでもないかなという感じなんですが、まあ、この2人は正直道具変えてなくても、ちょっとわかんないところはあるんですが、はい、活躍を支えているというところは間違いないのかなと思います。あとは、ルブレフもそうですね。まあ、もともと強かったですけど、まあ、ヘッドに移行してからっていうか、まあ黒塗りのグラビティを使い始めてからさらに戦績がアップしてっていうのはあったと思います。で、ムゼッティに関しては、まあこれもずっとプレステージ、まあ片手バックの人ジュニア自体プレステージめちゃめちゃ多いんですよね。で、そこからエクストリームツアーですね、2020年に変えて、こうプロでも明らかにこう打ち負けなくなったと。で、今もペイントはブーンですけど、まあ中身はエクストリームツアーに戻ってるっていう感じなんで、まあやっぱり使い慣れたものがいい、使い慣れたものがいい、いい派に今なってるのかなっていう気はしますが、はい。で、最終的にはここら辺って、まあやっぱり
バランスなのかなと思うんですね。さっきはまあ道具を変えて成功した例を挙げましたけど、当然逆のパターンもあって、あんまり道具変えても調子が上がんなくて結局元の道具戻しちゃった人も少なくないんですよね。で、代表的なところで言うと、アリアシム2020年に、アイロンの VS ですね、ラウンド型の方を試しましたけど、多分1ヶ月もしないで元戻したのかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、すぐ戻してました。で、シャポですね、2022年はイーゾーン試してたのに後半はもうVCoreに戻ってたと、ちょっと個人的にこれは残念と。で、まあ道具元に戻してはないんですが、ブランドン中島も、ピアストから、イーゾーンにして、まあ、ちょっとね戦績が振るわないというか、なんかパフォーマンスはあんまり上がってないのかなという感じがしますね。はい。ね、やっぱりここら辺、その現状維持なのか、リスクを取って改革を起こすのかっていうところで、まあ伸びしろとリスクのバランスの話だとは思うんですよね。はい。で、まあすでに引退されてますが、国枝選手とか、まあちょっとこう、人づてに聞いたりとかっていうところもあって、やっぱり道具選びっていうのはすごくシビアだったらしいです。もう滅多なことでは買えないという感じみたいなんですよね。で、もともとダンロップの300シリーズですよね。M フィルとかもそうですし、最後の方はバイオミメティックの300とかですね。で、使ってメダルをたくさん取って、グランドスラムも取ってというところだったんですけれども、手術によるその戦線離脱があったりとか、当然そのラケット自体がもうすでに廃盤になってしまってというところもあって、で、最終的に E ゾーンの98位でキャリア終盤を過ごされてたわけですけれども、そこに至るまではすごく大変だったみたいで、まあ、それこそピュアドラとかピュアアエロとか、試してる動画も見たことがあって、でも、もう本当いろいろする中で E ゾーンに落ち着いてと。E ゾーンなんだって、当時はすごいびっくりしましたね。はい。で、ストリングとかも、同じらしくて、メーカーから、まあ、こっち試したらどうですかとか言われるみたいなんですけど、ちょっといいぐらい、その、今使ってるより、使ってるものよりも、ちょっといいぐらいだったら買えないっていうのは言ってましたね。はい。まあ、そこら辺も本当にプロだなと思うんですよね。まあ、少しでもプラスがあればなんか変えた方がいいのかなって思っちゃう人間なんですけど、僕。でも、やっぱりそういうプロの選手からすると、ちょっといいぐらいだったら、それに対するアジャストとか、まあ、やっぱり緊張した場面での精度がちょっと変わってくるとかっていうリスクを考えると、それでは割に合わないと。めっちゃ良くならない限りは変えないっていう感じらしいので、いや、もう本当シビアだなと思いましたね。はい。で、まあ、これがプロのお話なんですが、まあ、最後にじゃあ、一般人として、この、勝つために、ラケット、まあ、使い慣れたものをカスタムするのが最速なんじゃないかっていうところに対してどう思うかっていう、まあ、僕個人のね、考えなんですけれども、別にプロと同じシビアさを求める必要はないのかなとは思ってます。はい。うん。まあね、もちろんその、使い慣れたものを使って、で、それで、なおかつ自分に適切な道具であればベストだとは思いますけれども、まあなかなかそういう風にはならないしというか、そこに乖離があることも珍しくはないですし、まあ結局その伸びしろとリスクっていうところをどう取るのかだとは思うんですが、まあプロほどリスクは大きくならないじゃないですか。まあもちろん試合には勝ちたいですけれども、まあプロほどこう厳密な精度を求められるかっていうとそうではないかなと思いますし、うん。まあどうなんでしょうね。別にその試合に負けたからといって明日のご飯が食べれなくなるわけではない人がほとんど、なんならお金払って大会出て、まあまあね、勝てばトントンになるとかはあるかもしれないですけれども、まあどうなんでしょうね。まあそこまでこう生活はかかってないよねとは思うので、はい。でもちろんその新しい道具にすればアジャストに時間はかかりますし、パフォーマンスが思ったように上がらない時もあるとは思うんですけれども、まあ、どう考えるか次第かなっていう気はしますね。はい。別にどっちでもいいんじゃないかなと思います。僕は、まあ、インプレイをしているということもあって、まあ、その、最適なもの。に、その最適値に近いものをどんどん探していこうっていうスタンスではあるんですけれども、使い込んで、それをカスタムしてっていうのも当然、アプローチとしては必要なものだとは思っているので、はい。
僕のようにあれこれインプレをしてっていう必要はないとは思います。 A と B を比較して、あ、まあでもやっぱりいつも使ってる A だよねっていうのを、まあ、年間にね、一回とかでもいいんですけど、気になったモデルが出た時にやるっていうぐらいで、実際はいいと思ってます。はい。まあ、ただ、やっぱりこう、ね、道具選びとしては最適なものを使って、っていう。難しいですね。道具を自分に寄せるっていうのが、まあ、自分に最適なものっていうのを選ぶっていうのがもちろん、ベストだとは思うんですが、一方で道具に自分がこう寄せていくっていうのも現実的には必要な部分だとは思っているので、はい。まあ何でもいいとは思わないですね。何でもいいとは思わないんですけど、はい。まあそこら辺のバランス感覚っていうのもまあ大事なのかなと思いますね。まあ実際テニスの試合もね、攻めるだけじゃダメだし、逆に守っているだけじゃダメだし、っていう、まあバランスで成り立っているものだと思うので、道具選びもそれに近いのかなと今回お話をしていて感じました。正直 あんまりちょっと内容まとまってないっていうか、まあ正直僕自身これに対する明確な答えっていうのもないじゃないんで、はい、まあそれを知りたくていろいろ試してるっていうような感じ。20年やってまだ答え見つかってないんかいみたいな話なんですけどね。はい、まあまあまあちょっともう少しお時間いただいて改めてちょっとこれは動画にできたらいいなっていう思っているテーマでした。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。それでは。